ギギは、ナマズ目、ギギカギバチ属あるいは濃いめギギカの魚。琵ワコ、岡山県、広島県で、ギギ及び、ギギブ、岐阜県でクロイカ及び、クロザスと呼ぶ。国内外来種の一種でもある。全長は30センチメートルにもなるなど、ギギカで最大。同じギギカのギバチに似ているが、ギギは、尾びれが2差になっているので区別できる。背びれに一棘なな南情。 尻びれに二十何畳、腹びれに六何畳、触手が四体。上あごに二体、下あごに二体、合計八本の口ひげがある。腹びれのトゲと規定の骨をすり合わせ、ギーギーと低い音を出す。背びれや胸びれのトゲは、硬く鋭い。昼間は岩陰に潜み、夜間に、定生動物やエビ、小魚などを食べ、五月から八月にかけて産卵する。直径。 約2ミリメートルの強い粘着性のある、気褐色の卵は、1200粒から2100粒ほど、産卵された後に約70時間で孵化し、体長5ミリメートル程度の稚魚となる。稚魚は1週間で卵黄を吸収し、9ミリメートル程度まで成長すると、接触を開始する。近畿地方遺跡の本州、四国の吉野川、二淀川水系、九州の北東部にもの、フライ。 天ぷらなど食用として利用される。ありがとうございます。